ご視聴ありがとうございます。今回は、あの懐かしい、1980年代の、パソコンゲーム雑誌から始まった、ゲーム雑誌の、20年の歩みをご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。ゲーム雑誌というジャンルは、国産パソコンが誕生した、1980年代初めに、産声を上げ、そして、家庭用ゲーム機の誕生により、ファミコン情報誌が、登場することになり、さらに、ゲームセンター市場の急成長から、アーケード専門誌も現れ、そして、1990年代前後の、PC エンジンや、メガドライブが発売された頃には、ゲーム機ごとの専門の雑誌が、登場し、また、その本流から少し離れたところでは、マニア向けや、ゲーム改造の書籍、さらに、美少女ゲーム雑誌などが、創刊されるなど、ゲーム市場という大きな川の、流れから、様々な、種類の情報誌が生まれてきた、そんなゲーム雑誌の、20年の歴史をご紹介させていただきます。国産パソコンと共に誕生したゲーム情報誌たち。ゲーム雑誌と呼ばれる新しいジャンルの書籍が誕生したのは1980年代初めに高機能な8ビットパソコンの登場により国産パソコンが普及し始めた1982年頃から始まるんだ。1980年代初期といえばまさに国産パソコン誕生の黎明期にあたり1981年には NEC から PC8800 シリーズや富士通からは FM8 が発売され翌年の1982年には FM7 やシャープの X1 シリーズが登場するなど国産パソコンが一気に普及し始めた頃なんだ。この頃に頭角を現した三強メーカーの NEC や富士通、シャープは8ビット御三家と言われていましたよね。こうしたコンピューター市場の急成長の動きを受けて出版社からパソコン情報誌が次々と誕生することになるんだ。さらにミステリーハウスや倉庫版、信長の野望、ザ・ブラック・オニキスなどの PC ゲームが発売され始めると、パソコン情報誌の中からエンターテインメントを中心に扱うような雑誌が登場し始めるんだ。こうした娯楽向けのコンピュータ情報誌からパソコンゲーム雑誌という新しいジャンルの書籍が生まれるようになり、この国産パソコンの黎明期に創刊されたパソコンゲームの雑誌としては、コンピューターを使った遊びとして次第にゲーム関係の記事も掲載するようになり、後に美少女ゲーム雑誌のルーツにもなった、徳間書店のテクノポリスや、バカバカしさや、楽しさを打ち出し、ファミコン通信も、母体ともなった、アスキーのログイン。パソコンゲームと、アーケードのゲームを、ひとまとめに載せていた。電波新聞社の、マイコンベーシックマガジン。角川書店の、コンプティーク、小学館の、ポブコム。そして、初めて、ゲーム雑誌の、専門誌として創刊され、当初は、PC ゲームと、アーケードゲームを中心に掲載していた、ソフトバンクの、ビープなどが誕生しているよ。さらに、1983年には、低価格なホビーパソコンとして、MSX が発表されると、その先導役だった、アスキーから、MSX マガジンが創刊することに。しかし、パソコンゲーム雑誌のピークは、1980年代から、90年代初めまでで、その後は、PC981 などの、国産パソコンの衰退と、家庭用ゲーム機の成長に伴い、PC ゲーム雑誌の需要も、次第に、減少傾向に、向かうことになり、そして、1980年代に、最盛期を迎えた PC の情報誌は、休刊や路線変更を余儀なくされていくんだ。しかし、それと入れ替わるように、パソコンではなく、家庭用ゲーム機を専門に扱う情報誌が急成長し始めるようになるんだ。ファミコン雑誌の登場。1983年に、任天堂からファミコンが発売され、さらに、2年後の1985年には、スーパーマリオの登場や、スターフォースの発売による、シューティングゲームの盛り上がりの中から、子供たちの間で、ファミコンブームが巻き起こるようになるんだ。そのトレンドを嗅ぎつけた出版社からは次々とファミコン雑誌が創刊されるようになり、この頃誕生したゲーム情報誌としては、元祖ファミコン専門誌としてゲームのバグや隠し要素を楽しむ文化などを作り上げることになる徳間書店のファミリーコンピュータマガジンが創刊されたことを皮切りに、翌年の1986年には、JICC 出版のファミコン必勝本。映画出版のハイスコア。さらに、コンプティーク譲りの比較力で、ライバルとの差別化で対抗した、角川書店の、マルカツファミコン。そして、後に、ゲーム雑誌界の、中心的な存在になってゆく、アスキーの、ファミコン通信などが、次々と、創刊されるようになるんだ。こうしたファミコン雑誌の特徴といえば、当時の、ファミコンのユーザー層であった、子供向けに、紙面作りにも、工夫がされていて、漢字に、振り仮名をつけて、読みやすくしたり、ギャグテイストの漫画を、連載したり、イラストが、ふんだんに用いられたり。と、このような、子供たちにもわかりやすい、
ゲーム紙面の作り方は、その後のゲーム雑誌のスタンダードな形態として引き継がれていくことになるんだ。その一方で、ゲーム市場で最も最先端を走っていたアーケード市場でも、次々と名作と言われるゲームタイトルが生み出されていた頃でもあり、1983年にはゼビウスが登場し、翌年の84年にはスターフォースやスパルタン X が、さらに85年にはグラディウスやスペースハリアー、ツインディ、そして魔界村などがリリースされるなど、このように大きな盛り上がりを見せていた。その流れに呼応するように、ゲーメストのようなアクションやシューティングを中心としたアーケードゲーム専門誌も創刊されるようになるんだ。この流れは1990年代に入ってもそのまま引き継がれ、対戦格闘ゲームという新たな人気ジャンルでもゲーム情報誌で攻略記事などが次々と掲載されていたんだ。ゲーム機専門誌の登場。1980年代末になると、それまで任天堂のファミコンの独走状態だった家庭用ゲーム市場の牙城を崩すべく、1987年に NEC とハドソンによって PC エンジンが発売されることになるんだ。さらに翌年の1988年にはセガから16ビットマシンのメガドライブが登場し、これにより1980年代末からこの3メーカーによるプラットフォームの覇権をめぐるシェア争いが一層激しさを増していくようになるんだ。この新しいゲーム機の登場により、今までは家庭用ゲーム雑誌といえばファミコンの書籍だけだった出版業界に、新しく PC エンジンやメガドライブなどのゲーム機専門の情報誌が生まれるようになるんだ。まず最初に口火を切ったのが徳間書店から出版された PC エンジンファンなんだ。でもこの頃、出版社としてはゲーム機専門の雑誌を出版することがファミコン以外のプラットフォームで成功するかどうかは半信半疑の状態だったんだ。しかし翌年に徳間書店からメガドライブ専門のメガドライブファンが登場すると、それに追随するかのようにライバルの出版社から次々とゲーム機専門誌が創刊されることになり、この頃誕生した PC エンジン系のゲーム雑誌としては、角川書店からマルカツ PC エンジン、小学館からは月刊 PC エンジン、そしてメディアワークスからは電撃 PC エンジンなどが創刊されていて、さらにセガのメガドライブ系の情報誌としては、ソフトバンクのディープメガドライブ、角川書店からマルカツメガドライブなどが発行され、さらに2年後の1990年に任天堂からスーパーファミコンが発売されると、ソフトバンクからザ・スーパーファミコン、メディアワークスの電撃スーパーファミコンなどが出版されるなど、次々とプラットフォームごとのゲーム機専門の雑誌が誕生し、メディアの世界はさらに賑やかになっていくことになるんだ。その一方で、特定の機種の専門誌でなく、あくまで総合的にゲームを扱おうとした書籍も現れるようになり、その代表としては、メディアワークスの電撃オール、ファミコン必勝本が総合誌として生まれ変わり、濃厚な記事を掲載していくことになる、ヒッポンスーパー、などが創刊されているよ。しかし、総合ゲーム誌として人気を博していた、ビープが、ビープ、メガドライブと、ゲーム機専門誌に変わっていったように、この時期の、ほとんどのゲーム雑誌は、専門家や、細分化が避けられないという、時代になっていたんだ。1990年代の、次世代ゲーム機戦争の時代へ。そして、各ゲーム機の、専門誌が生まれた流れは、そのままセガ、ソニー、ニンテンドーの、3社を中心に巻き起こった、1990年代中盤の、次世代機戦争へと、受け継がれていくことになるんだ。1994年に、新商品として、セガサターンや、プレイステーションが登場すると、メガドライブの専門誌として、登場した、ビープメガドライブは、次世代機の登場を受けて、セガサターンマガジンに引き継がれ、セガファンの支持を集めることに。そして、プレステ系では、ソフトバンクから、ザ・プレイステーション、徳間書店から、プレイステーションマガジン、などの雑誌が創刊されるなど、ゲーム雑誌は、さらに細分化していくことになるんだ。一方で、家庭用ゲーム機でありながら、アーケード色の強い、SNK ファンのための、ネオジオフリークが誕生するなど、ゲームセンターを中心とした、対戦格闘系の情報誌も、活躍した時代だね。この頃は、SNK の、ガノル伝説や、サムライスピリッツ、ザ・キング・オブ・ファイターなどが、大ヒットしていたものね。また、ゲームが、日常的な娯楽となったということで、角川書店の、ゲームウォーカーのように、広く一般層へ向けた、情報誌も、生まれているよ。1996年以降のゲーム雑誌たち。しかし、1994年から始まった次世代ゲーム戦争も終わりを迎えるようになり、ゲーム専門雑誌もそのプラットフォームのシェア争いに連動するかのように、その支持したゲーム機の人気度に合わせて読者層を広げる雑誌と
休館の浮き目に合う、情報誌も出てくることになるんだ。そんな、1996年には、遅れながら、スーパーファミコンの後継機である、ニンテンドー64が、発売されることになり。それに伴い、毎日コミュニケーションズからは、ニンテンドーとの緊密な関係を、生かした紙面作りで人気となり、後に、ニンテンドードリームとなる。64ドリーム。メディアワークスから、電撃ニンテンドー64。などが創刊され。さらに2年後の、1998年には、セガ最後の、家庭用ゲーム機となる、ドリームキャストが発売されると、ソフトバンクから、ビープの血脈を受け継ぐ、ドリームキャストマガジンが、登場することになるんだ。この雑誌は、セガが、家庭ゲーム市場から撤退した後は、ゲーム画として、リニューアルされることになります。しかし、1990年代末になると、ソニーの、プレイステーションの一人勝ちが、見えてくるようになり、多くの、ゲーム専門誌が、そのプラットフォームと、運命を、共にすることになるんだ。そのゲーム機も、売れ行きが不振になると、当然、読者も増えなくなってしまうかな。最終的には、休館も浮き目にあってしまうんですね。任天堂と仲の良かった、ファミリーコンピュータマガジンは、1998年に、任天堂の据え置きゲーム機の、敗北とともに、13年の歴史に幕を、下ろすことになります。まあ、独走状態だった、任天堂のゲーム機が、1990年代の後半に、大きくシェアを落として、まさか、ソニーのプレイステーションの、天下になるとは、出版社たちも、夢にも思わなかっただろうね。マニアックな、ゲーム雑誌の登場。こうして、1980年代に始まった、ゲーム雑誌は、1990年代になると、専門化や、細分化が進むようになり、やがて、出版社は、ゲームメーカーと、しっかり連携をとって盛り立てていくという、方向性へと、紙面方針が、大きく変わっていくことになるんだ。そして、1990年代以降は、ゲーム雑誌の紙面の中心が、どんどん、新作のゲーム情報の、紹介ページへと変わっていくことになり、それに伴い、膨大な数のゲームが発売される中で、情報誌に注目されずに、消えていってしまう、名作ゲームも星の数ほど、存在することに。一方で、こうした主流の情報誌とは、少し異なる読者のニーズを、掴んでいた、ゲーム雑誌も存在していて、それは、ゲームについての、考察を繰り広げたり、ゲーム機や、ソフトを改造することをメインにする、いわゆるマニア向けの雑誌も、登場していたんだ。こうした雑誌の起源は、1980年代まで遡ることになり、この頃、創刊された雑誌といえば、日本マイコン教育センターの、遊撃手。サンサイブックスの、バックアップ活用テクニック。などの、たくさんの、マニアものの専門誌が誕生しているんだ。そして、1990年代になると、ゲーム雑誌と、メーカーとの関係の深まりから、新作ゲームの広告のような、紙面が増えていく流れに、意に反するような、雑誌も生まれてくるんだ。その代表的な、情報誌といえば、マイクロマガジン社の、ゲーム批評。であり、この雑誌の創刊の動機は、自由な視点から、ゲームのレビューを、書いてみたいという、より、シリアスな動機によって、創刊される雑誌も、登場してくるようになるんだ。また、この雑誌は、公平中立かつ、公正な批評を、行うことをモットーとしており、メーカーへの癒着や、迎合を避けるため、コンピュータゲーム関連企業からの、広告を受け付けず、あくまでも、雑誌の売り上げによる収益のみによって、この情報誌の維持を行うことを、コンセプトとしていたんだ。そのアピールとして、この雑誌の、裏表紙には、ゲームの広告を、入れません。という宣言が書かれているという、徹底ぶり。しかし、雑誌の売り上げによる収益のみでは厳しくなったのか。その後、1990年代末頃になると、ゲーム業界以外の広告を、募集しています。となり、マジック・ザ・ギャザリングなどの広告が、載ることが、何度かあり。その後は、勇気あるゲームメーカーは存在しますか?として、ゲームメーカーからの広告を、掲載しようとする動きも、見られるようになったんだけど、一度も、勇気ある、広告主が、名乗り出ることはなく、この情報誌の、バンキは、自社発売の、ボードゲームの広告を、掲載し続けていたという、このような、硬派なゲーム雑誌も存在していたんだ。レトロゲームや、中古ゲームに注目した、情報誌の登場。さらに、1990年代末といえば、ゲームメーカーから、お前、中古ゲーム流通業者名、君たちは、我々の収益を圧迫しているぞ。として、1997年から、中古ゲーム販売の違法性を、めぐる問題が、クローズアップされるようになり、そのため、過去に制作された、ゲームたちが、日の目を見ることができなくなるという、危機が、生じた時代でもあったんだ。そんな、風潮に対して、意を反したのが、1996年に、キルタイムコミュニケーションより創刊された、情報誌であり、その、ゲーム雑誌の、キャッチコピーは、時代を逆走する、日本初の中古ゲーム専門誌。として、中古ゲームや、レトロゲームを、主体にした、ユーズドゲームズが創刊され、さらに、
2年後の1998年には、姉妹誌である、ナイスゲームズも登場し、この雑誌の、キャッチコピーは、発掘系、ゲーム専門誌の創刊。として、知名度の低い作品の良さを、伝えることを、趣旨とした、紙面作りで人気を集めたんだ。このような雑誌が生まれたのも、1990年代という、時代だからこそできた、編集方針だったと言えるかもしれないね。もう一つの、ゲーム雑誌の歴史である、美少女ゲーム誌の登場。さて最後は、これもまた、ゲーム雑誌の歴史からは、外すことのできない、美少女ゲーム雑誌という、ニッチなジャンルの、情報誌も登場していて。もともと、1980年代の、ゲーム雑誌は、アダルトと、非アダルトの区別というものが、あまりなかった頃でもあり。お色気系の紙面を掲載するかどうかは、編集部の採用次第。という時代だったんだ。しかし、1990年代に入ってからは、社会的な批判の高まりを、受けて、ゲーム雑誌も、成人向けと、全年齢向けに、分かれるようになっていくんだ。それは、社会からの批判を、かわすためだったとはいえ、これには、メリットもあって、明確に成人向けを語ったことで、そういったゲームの情報が欲しいと、思っていた読者が、殺到するようになるんだ。その火付け役となったのは、史上初の元祖、美少女ゲームの専門誌として、創刊された、メディアックスの、パソコンパラダイスであり、この情報誌の登場により、このジャンルの、創刊ラッシュが起きることになるんだ。その後、登場した、情報誌としては、元、テクノポリスの、スタッフたちにより、創刊された、BGM ゲヌ。3次元の、お色気系を、得意としていた、ファンタジェンヌ。ログインの、姉妹誌として、誕生した、イログイン。などが、次々と、誕生することになるんだ。しかも、この、日本のオタク文化は、1990年代になると、急激に、成長していくことになり、1990年代中盤になると、お色気抜きで、二次元キャラを楽しむという、全年齢向けの、美少女ゲーム雑誌も、生まれるようになるんだ。この分野は、一般的なゲーム雑誌とは、近からず遠からずの位置で、成長していくことになり、1990年代後半になると、美少女系や、萌え系のムーブメントが伺えるような、雑誌も創刊されるようになるんだ。メディアワークスの電撃姫や、美少女イラストという、新しい文化の芽生えを感じさせてくれた、ジャパンミックスの、カラフルピュアなど、2000年代のトレンドを垣間見ることができるような、雑誌も、次々と登場し始めるようになるんだ。こうして見ると、ゲーム雑誌の歴史は、ゲームそのものの移り変わりとともに、あるいは社会の変化と連動しながら、栄枯盛衰を繰り返してきた歩みであり。それは、ゲーム雑誌という、メディアの歴史としてだけでなく、20世紀のある一時期の、ゲームの流れや、この頃、ユーザーが体験した、懐かしい時間を、垣間見ることのできる、貴重な、タイムカプセルでもあるんだよね。皆さんも、あの頃体験した、ゲーム雑誌たちを振り返ってみては、いかがでしょう。今回はここまで。このシリーズの次回は、1982年から1984年に、創刊された、パソコンゲーム誌について、もう少し詳しい動画を、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。